さあというわけで、はいはい、白夜処方の今度はですねパチロ必勝ガイドが入っている編集部のビルの方にやってまいりました。懐かしい光景で、はいはい、面白いテレビです。あ、これはこの番組は何ですか。面白いテレビ。面白いテレビ。あ、いつも見てます。ありがとうございます。そういうのいいんで、はい、あれ OK とか言わないのよし OK OK さあ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 、はい、やってまいりました、いよいよパチスロ秘書ガイドの編集部に乗り込んでまいりましたが、乗り込んでおります。ちょろっとお話を聞きつつ、はい、たくさんのですねプレゼントをゲットして帰りたいなとゲッティングしようということでございまして、ですけれどもまずはどの辺から攻めようかということで、はい、まずこの人なくして秘書ガイドなしということでございましていきなり行きますか。いきなり行きましょう。パチスロ秘書ガイドのドンちゃんでございます。ドンちゃんというかこういう風にいじったら俺後で怒られるんですけれども、キラ編集副部長でございます。ご無沙汰しております。どうもどうもどうも。こんにちはです。あのこの撮影は何か知ってますか。知ってるよ、もちろん。なんていう番組ですか。あれでしょ面白い。あ、パチスロ必勝ガイド的、はい、面白いテレビというか、見たことありますか。あの DVD でちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした。いやもうだって君ら2人のねコンビネーションはやっぱ昔からバッチリかなっていうのがありがとうございます。もう本当無理をして言っていただいておりますけれども、あんまりねこういじりすぎると本当に怒られますんでね、さらっとちょっとね、あんまり怖いっていうイメージを虚像ですからあれは。ああ本当は、昔からパチスロ秘書ガイドをご覧の方、こちらにおわす方がキラーキラーキラーございますよ。はっきり言ってパンクバンドやってましたからねこの方。実は若い頃相当はっちゃけてましたよ。はい、僕があの初めて会った時にファミレスで、うん、キラーキラーって知ってる、怖くねえからって目見て言われたそれが怖いんだよね。怖かった。いや鬼武者のプロ来た戦国無双並びに鬼武者のプロでございます。負けプロ鬼ボーナスバカじゃねえか来た鬼完全に今テロップでも鬼ボーナスって来てますからね。自分が一番失敗したって思ってるはずです、はい、こちらの方なんですけどね、ちょっとぽっちゃりした方なんですけど、フィギュア、これパチスロ雑誌の編集部のね絵なんですけれども、こ誰ですかこれは。これあのバーストエンジェルの、バーストエンジェルの名前なんつうんですか。あんまり覚えてない。あ、こちらは誰ですか。レイミちゃんですか。あ、エイミちゃんですか。はあ、よくいいですね。これ燃えるんだよね、こういうのね。気持ちを落ち着けるため。これ多分ね、2秒ぐらいのカットになるんで大丈夫です。さあ、真っ赤な衣装を羽織った突人こと岩佐。あれでも痩せた。申し訳ございません。あの面白いテレビって見たことあんの。言い訳めちゃめちゃ見てるよ。ほらこれ全部もらい物でございますこの DVD これ視聴者に、まあ、パチスロ秘書ガイドの実態を晒すとともに、うん、プレゼントをですねいっぱいもらって帰りたいということで。カチカチ君はダメだよね。カチカチ君ね、じゃあいいや、これあげる。マジで？こんな適当でいいのか。キラさん、あ、キラさんから OK 出ております。お、来た。どんどん来た。今どうせだったらレッドもっていう流れでこう机を漁ってるって、自家製のやつをあげようとしてるの。これいいのかな本当に。まずかったらやばいかもしれない。なんでキラさんがレッドって言ってるのに、そのパープルを出す試作品とかを。どういう意味？これね。あのパープルを作るときに色を同じ紫でも、うん、何個か作ったんですよ。試作品なの。試作品で、これはパープルはパープルなんだけれども結局量産化されてないから、世界で唯一のこの色。じゃああげちゃダメじゃん。いいあげ。で俺が今聞いたのはなんでキラさんがレッド持って言ってんのお前パープルを出してんだっていうことなんだ。レッドが手元にねえんだ。手元、いやだからあっちの倉庫にあるの。あるから、あとでじゃあ1個レッドある。レッドある。まあ、しかとされるような立ち位置だしかとされる副編集長ということでございまして、普段からこんな感じでしかとされているというアットホームなね雰囲気を作っておりますよ。あとで、はい、ありがとうございます。じゃあいただくということで、まずはカチカチ君ゲット。一般編集部員から失笑が漏れておりますね。
出るんですか。本当金のことばっかだな。ちゃんと喋ってもらえますか。言うなら金金金金金言うならちゃんと喋ってもらえますか。順々に言ってください。魚の上、赤チェベルリプレイ、少年ベルリプレイ、スイカバーベルリプレイ、あれどこ行った。続々とお疲れ様です。戦いをね、頑張っていただきまして。近いな、なんか、もう3回戦目4回戦、あれというわけで、さあというわけでもがぜん盛り上がってまいりました海道ワールドカップでございますけれども、はい、じゃあ岩さん、1、はい、お願いします。こんにちは、木村裕作です。さあというわけでございまして、がぜん盛り上がってまいりました。このインタビュー、いやいや、シャッと来るまで何回でもやるんですこの番組。ねえねえねえ、これは何、わかる、何をしに来たの、これは何なの。海道ワールドカップの模様を、うん、それを30分やるの。まさかやるわけがこのとだって遅刻するんだよ、ちゃんとレポートをね、書かなきゃいけないのに、夕方5時ぐらいに来て2時間ぐらいファーって見て、じゃあねとかって。2時間も見てないよね。いや1時間ぐらいで、あとあらすじ聞いてるだけでしょ。いや、ちゃんと、本当は朝からいるんで。来たことないじゃん。朝から来たこと絶対ない。そうか。朝からべったり。べったりっすよ。ちょっと待って、最低だね。そうです。本当こんな絡みづらい人俺はいないけど。俺キムさんのこと大好きだもん。いやいや、絡む必要がない、うん、あ、ホットケーキ、ホットケーキっつってつってカタカナでつってっつってね。今度だからほら絡んでないでしょ今みたいな。それでいいですよ。もう全流しです、うん、すっごい後ろ通ってる。撮影中だぞこの野郎。キムさんとのトーク一切身のある話はなかったですよね。何を喋ってんだか意味も分かんなかったしね。姿勢を発し合ってるだけでした。タハーっつってね。